8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今回はですね、ちょっと姉妹校戦、をやるんですけども、まあ姉妹校勝ち抜きマッチっていうのをね、ちょっと最近やれてないですけど、それじゃなくて、ちょっとした、エキシビジョンマッチをね、やろうかなというふうに思っております。はい。で、今回はですね、その対戦っていうのが、こちら、もう見て、なんかちょっと、わかると思うんですけども、蒼天の SSR の新カードを、だけで組んでね、試合をしようっていう感じです。打順は見ての通りなんですが、1番ショートはアリスちゃん、2番センター長井ちゃん、3番ファーストいろはちゃん、4番サード嫁様、5番セカンドりんちゃん、6番レフト本庄さん、7番ライトあかねちゃん、8番キャッチャー鈴若ちゃん、9番ピッチャー花山ちゃんと、いうような感じで、蒼天の新カード、UR がね、出てくる前っていうのは、SSR のね、新カードのみで、ちょっと試合をするっていう感じの環境だったと思うんですけども、で、同じ SSR でも、蒼天の新カードっていうことで、で、蒼天の新カードってね、もう今となってはっていうか、実装された時から、UR の装備品、扱いみたいな感じになっていて、でこういう感じでオーダーでもう直接的にぶち込んで試合をするっていうのはないんですよね。あるとすればシンデレラアドベンチャーとかあの辺で使おうと思えばっていう感じなので、普段これを組み込んで試合をするっていうことはないでしょうっていうところで、せっかくなんでね、UR の装備品としてではなくて試合で実際に使ってみようっていう感じです。はい。そうですね。どれもね、彼も、もう、貫突です。うん。この辺も全員、嫁様とかも、貫突でね。で、スキルとかもこれ取ったんですよ、わざわざ。はい。はい。で、あとはね、この辺だけ、発動してるって感じですかね。で、あと、風属性の。他にもね、組用はあるんですけども、やっぱりね、UR と違ってね、その調子がね、普通以下、普通未満みたいな感じの、新カードが、あるので、だもんで、比較的調子のいい感じの、新カードを選んだって感じですね。鈴若ちゃんに関しては、他に使えそうな感じのキャッチャーがね、って感じなので、ちょっと絶不調ですけど、鈴若ちゃんを入れたって感じですかね。で、評価は、SSS プラス1。で、キャプテンスキルは、本庄さんつけてる感じですね。はい。で、姉妹校さんはね、もう適当に選んだんですけども、で、EX プラス5ってなってるんですけども、チームスキル発動はなしで、ちょっとやらさせていただこうかなと思います。さすがにさ、もうチームスキル発動ありにしちゃうと、もうそれは負けるに決まってるやろ、みたいな、ところがあるので、で、チームスキルとかなしにして、で、どこまでやれるのかっていうところで、やってみようかなって感じです。で、演出の方はどうしよっかな。全力応援で開始するのは開始する。で、ムードブレイク、シンデレラハーモニーは関係ないんですが、どうしよっかな。ミドルぐらいにしようか。アニメーションもクソも、ないので、で、全力応援でスタートして、はい、果たしてね、どこまでやれるのかっていうところをね、やっていこうかなと思います。はい、では行きましょう。ちなみにあとは先行ぐらいに設定したような気がする。そうだね。特に何も触ってないです、相手のあれは。チームスキル発動とか先行後攻どっちかとか何もね、選択はしていません。はい、もうチームスキルなしでも251キロとかね、もうしっかり仕上がってるんで、どうでしょうかっていうところですね。とりあえずね、やってみましょう。いきなりヒットです。さあ、アリスちゃんがヒットで出塁しの三振アウト。4番嫁様はアウト。カマンベールパイセンいきなりね、ヒット、出塁できたのが、いいかなって感じです。さあ、三者凡退ですね。で、こちらはね、ちょっと全力応援じゃないと、ちょっとね、対応できないので、
まあ、なかなかね、オペレーションコストがねちょっと溜まるのが遅い部分があるんでね、うん、まあ、それはね、まあ、しょうがないかなっていうところですね。はい、15から、ようやく15になったので、まあ、使えるんですが、ちょっと使い時をねちょっと見極めていこうかなって感じです。はい、アリスちゃんが優秀ですね。うん、2打席連続ヒットですね。素晴らしい。さあ、ここでね、お、来た、カトイが入ってからのタイムリーか、ホームラン、来たー、ビッグフライ、永井さんですね。素晴らしい。さあ、カマンベールパイセンから、2点取りました。先制です。素晴らしいです。さあ、さらに続いていって、追加点欲しいよ、嫁様がやらかす。ダブルプレーですね。いや、まあでもこの回はね、あの2点取れたのはでかいですね。めちゃくちゃでかい。おーおー、ホームランで返されていく、本庄さん。さあ、点を捉えてから燃えるパターンですかね、相手。さあ、三振で、まあ、あのホームランで1失点したものの、まだね、先制してるんで、追加点が欲しいですね、こうなると。うん、おー、で、あかねちゃんさっきもヒット何気にしれっと打ってたんだよね。さあ、向こうの嫁様ですね。向こうの嫁様、三振で切っていきます。うん、で、三者凡退、素晴らしいですね。いい戦いがやっぱできてますね。うん、で、アウトで、さあ、2打席連続ヒットのアリスちゃんがホームラン、ビッグフライ、西宮さんですね。さあ、リードを広げて3対1で2点差となっております。さあ、先ほどホームラン打った永井ちゃんはどうでしょうかというところでアウトになっていく。さあ、まあね、ちょっと投手交代もね、もうぼちぼち、したいところなんですが、うん、まあまだいいかな。まだいけそうなんで。さあ、ヒットで、本庄さん !2 打席連続ホームランで同点にされます。同点ツーランですね。素晴らしいスイングでした。さあ、アウトで、アウトで、さあ、同点にされた回ですね。次からちょっとね、交代したいんで、花山ちゃん。うん。まあ、ちょっとね、ここら辺はもうしょうがないので、で、フィットになっていく。んー、じゃあ、まあ、ここはもうそのまんま行くしかない。うん。で、投手交代します。うん。で、投手交代、リリーフに、マシロちゃん、投入します。まあ、ちょっと調子不調なので、ちょっと微妙ですけど、まあ、それでもね、ちょっとね、抑えてもらいたいところではある。さあ、アウトで。わー、嫁様のホームランで勝ち越されます。1点差に、1点差に、リードを許します。うん、3対4。さあ、でもね、おー、誰今打ったの。誰だ今。あー、なるほどね、はい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 、みくるちゃんか。はい、まあしょうがないですね。うん、さあ、2点差に広げられたんですが、まあここら辺を、そう、マシロちゃんが打っていく。じゃあここどうしようか。アリスちゃん当たってるんですよね。3アンダーですからね。うん、猛打賞なんですよね。打つ、もうちょっと仕掛けましょう。この辺からもう仕掛けないとまずいので、じゃあ流し打ち。で、ちなみにね、これね、そう、ニッタちゃんのね、まあ、ベンチはそのままなので、ニッタちゃんの、CH が発動していきます。さあ、発動するが、肝心なところで打てない。はい、まあ、2アウトなんで、ちょっとオペレーションコストは残したいので、まあ、ここはそのまま行きます。うん。さあ、マシロちゃんが打たれてはいますが、うん、本庄さんがやばいね。うん。んで、まあ、9番、カマンベルパイセンはいいでしょう。さあ、ここら辺はね、ちょっとね、1点取っときたいんですが、どうしようかね、これね。まあ、いろはちゃん3打数1安打か。まあ、まあ一応ヒットは打ってはいるがですよね。まあでもオペレーションコスト9回に仕掛ける。うん、9回で全てをかける。でもここ上位打線なんだよな。クリーンナップだから、ちょっと下、下位打線はちょっとなっていうところがあるので、難しいね、これね。じゃあここはね、そのまんま行こう。うん。でも、下位打線に勝負を仕掛ける。まあでもな、オペレーションコストがあんまないんだよな、これ。うん。いやー、もうここはね、そのまんま行きます。うん。もう思い切ってそのまんま行きます。オッケー。でかいでかいでかい。ノーアウトランナーが出たのはでかい。さあ、嫁様どうするか。
でもりんちゃん本庄さんか、そこでかけるっていうのもまあいいと思うんですが、で本庄さんムード上昇持ってんだよな。そのまんま行くか。そのまんま行きます。ちょっとオペレーションコスト大事にしたいところでカットイン。さあどうだ、来たー、ビッグライシーのノメさん、同点ショットが出ました。素晴らしい。さあこっからよ、こっから。でもオペレーションコストはまだ残しておきたいっていうのはある。でこれでもう一回ワンチャン回ってくるかもしれない。さあワンアウト、まだワンアウトですからね。そのまま行って、で本庄さんが塁に出ての、あかねちゃん、まあでもねもう7番バッターなので、最終回ね、多分これ多分ね、あかねちゃんが打って打たないか、勝ち越しのチャンスを迎えています。まあでもここじゃないんだよな、9回で。でこれもう8番なので、次上位打線、先頭に回ってくるので、ここはねちょっと勝負に出ません。どうせ鈴若ちゃんじゃちょっとね、期待できないので、そんなに期待できないけど、なんか打球の強さ、まあでもそのまんま行こう。そのまんま行きます。9回で勝負に出ます。さあ巨人、さあどうだ、出てパッター。長戸ちゃんのナイスキャッチ。ファインプレーがありました。ファインプレーかどうかわかんないけど。さあここをね点取られるとまずいです。だいぶまずいので、ちょっとねもうここはね抑えることをね祈るしかない。でアウトで、アウト、まず一つアウトを取ってからの嫁様でアウト。さあ2アウト。さあキッシャンはまあ打力がそんななさそうなので、まあちょっとね、まあそのまんま行こう、頼む、抑えてくれ。オッケー、三者凡退。さあここよ、ここで、ここまあ真っ白ちゃんはそんなだから、まあ先頭に戻ってからが勝負です。で真っ白ちゃん打つね、打つからどうしよっかな、ここどうしよう、ここアリスちゃんでしょ。アリスちゃんはまあ一応当たってはいるけど、先ほどサードゴロなんですよね。まあアリスちゃんで勝負をかける。ここはでもね打ってもらいたいんですが、流し打ち使ってもいいけどもなんだよな。そのまんま行きます。そのまんま行きます。お、できた、タイムリーと勝ち越し2アウト。ビッグライ西宮さん、本日ツーランショットが2回あったのかな。待って、お、そうだよ、ツーランじゃないけどホームランが2本出てますね。素晴らしい、アリスちゃんめちゃくちゃ当たってますね。さあこれはでかい、この2点はでかいっすよ。で三振で、でまあちょっとね、まあ、守備の CH はでもあんまないんだよな。ここね取れてだけ取りたいんですよ。まあ守備はもう捨ててって感じにする。じゃあ流し打ちもう2回使っちゃう、2回使ってみよう。ここはねもう、あ、アウトになっちゃった。じゃあもうここはいいや、もうそのまんまで。で嫁様ヒット出たけども、で三振。さあここよ、ここ。さあここをなんとかね、まあ1失点で抑えることができればまあ勝てるかなっていうところなんですが、まあ守備は最後ね、 CH は最後、 CH っていうか戦術は最後使います。でアウト三振で、さあタユタイを最後抑えれば勝ちです。じゃあここはねどうしよっか、身長守備ってなんだっけ基本。味方補給率アップで積極守備が補給率アップだけどもエラー率も上がるっていう感じでもね、敵進塁率だ、どっちでもいいような気がするんだよな、身長守備でも積極守備でも。でもエラー率を上げたくないので、身長守備にするか、エラー率下げるんで身長守備にしましょう。さあこれで、なんとか抑えてくれ、確実に。オッケー、あぶいやー素晴らしかった。いいゲームだったわ。で嫁様と、やっぱアリスちゃんめちゃめちゃ当たってたよね。アリスさん5打数4安打2ホーマー3打点、素晴らしいね。
で嫁様もね最後ねまあ8回かな、8回9回だっけか、うん、8回か8回だっけか嫁様が打ったの、うん、8回ですね、うん、素晴らしいね。いやー本当、まあね、あの装填スキルのみでのみのシーンカードで、まあ、戦った結果、まあ、EX プラス5、まあ、チームスキルなしですけどね、まあ、EX プラス5の、相手にね、まあ、なんとか勝てたっていうはい、まあ、これはね、なんかいいゲームができてね、すごくね、満足してます。しかも、ちゃんと勝つこともできたんで、うん。まあね、装填スキル、まあ、装備品として、っていうのがもうほとんどなんですが、まあね、こうやって、試合して、で、勝つことができて、まあ、良かったかな、というふうに思います。はい。まあ、ね、まあ、なんか、まあ、UR 以外でなんか SSR で遊びてえなっていう時は、まあ、ぜひね、装填シーンカード使ってみてはどうでしょうか。はい。ということで、今日こんな感じで締めたいと思います。バイバイ。